個人の1人目は陸上高知高校3年の常石野々選手。女子走り幅跳びで全国高校総体と国体少年の2冠を達成しました。また陸上大津中学校2年の岡林結衣選手が2年連続で受賞。全国中学校体育大会女子 100m で優勝を果たしました。このほか飛び込みの全国中学校体育大会2種目で優勝した土佐女子中学校1年の井上優奈選手、レスリングの全日本ジュニア選手権で優勝した児玉ロンド選手など個人7件が受賞しました。団体では国体青年男子の部で優勝したサッカーの高知ユナイテッド SC、また全国高校総体準優勝の明徳義塾高校女子卓球部など4団体が選ばれました。なお表彰式は今月23日に高知市で行われます。